ルーティン動画です。11月の6日土曜日です。16時10分前ですね。ちょっと今日早いですね。土曜日だからね。静かでしたね。なんか本当にのんびりと時間が流れていってます。この生活続けたらボケちゃうね。やばいやばい。なんかね、今日はあれですね、まあ、ちゃんたらの隣のね、お寺、おとといクラスターが発生しまして、で、もうあのお寺の坊さん全員隔離らしいですね。お寺の中がね、カンサーンってしますね。ね、そして、同時にチャントラゲストハウスのね、ワットガンの間にあのツアー屋があるんですけども、そこのおかみがですね、昨日感染したとかって、で昨日はね、いや陰性だったって言って、いやうろうろ知ったんですけど、今日になって、陽性反応出たって言って、また感染してましたね。もうちょっとね、着々とね、疫病の足音が近づいてきてるのをひしひしと感じますね。笑っちゃいますね。ダオジンね、すげえなと思ったのが、ちょっと前にね、感染、まあね、嫁が感染したね、ラオジンの諏訪屋の旦那がね、来てたんですけどね。まあまあ一応ね、濃厚接触者ですからね、多分彼もね、反応出ると思うんですけど、まあ、ちゃんたらに来るまでのね、道路ね、歩行中にね、感染しちゃいけないからマスクはねつけてきたんですけどね、ちゃんたらに来てね、もうちゃんたらのおかみなんかね怖がっちゃって、なんか2メーターぐらい距離置いて話してるんですね。で話してるうちにね、まあ、その彼もよく喋るんですけどね、話してるうちにもうマスク顎になりましたね。おいマスク意味ねえじゃんとか思いながら、あ、僕はニヤニヤしながら見てました。集団免疫できるかもしれないですね。こんだけいい感じでね、いいペースで感染が拡大してたら体勢つくでしょ。そしてね、今日本編動画でね、ラオスの串物をご紹介しようっていうね、目論みなんですけども、まあ、いつもはね、何人か串焼き屋さんがね出てるんですね。でちょっとね、今日本当にメインでご紹介しようと思ったね、うまそうなハツ焼いてる店があるんですよ。ハツだったり心だったりハートだったりって言いますね。それを焼いてるね、お店があるん でそこのハツ買ってこようと思ったら、今日そこのお店ね、出てなかったですね。まあ、土曜日だからね、
まあ、土日祝日は休まなきゃいけないよね。というわけで、今のところね、ゲットしてるのはね、1件分だけなんですよね。だけどね、1件分だけでね、本編動画尺稼ぐのもね、またまたちょっとしんどいんで、もう1件ぐらいないかなと、まあ、多分ね、メニューかぶっちゃうんですけどね、まあちょっとね、味比べ的なね動画になればいいかなと思いながら、見て回ってるんですけどね、ほとごとく閉まってますね今日。どういうことなんだろう。あ、日頃の行いですかね、うん、行いはね、いいはずなんですけどね僕、うん、あ、よくはないけど悪いことしてないからね、徳は積んでないですけどね、悪徳も積んでないですね、うん、こんな感じでね、焼き物だと思ったらね、トウモロコシ焼いてたりね、芋焼いてたりでね、そうじゃねえだろうって思うんですけどね。まあ、これはね、致し方ないですね。普段ね、僕そういったもの食べないからね、ちょっとアンテナの感度がね低くなってましたね。あとはね、情報発信するんだったらね、アンテナの感度を上げてね、で情報の解像度をね上げていかんといかんのですけど、まあまあ。おっさんの濁った目に映る情報しかお伝えできておりません。あれっすね、静かな感じですね。さびれっぷりが半端ないですね。なんてこと言ってるうちに、着きました。さあ今日何本飲もう。